ローソンさんの森杉プレミアムロールケーキです。変えた。小十子です。第2弾かなね。47都道府県あるということで、 47% 増量森杉チャレンジシリーズ、森杉プレミアムロールケーキ、これね、買うの必死。駆けり歩いて買ってきました。数量もね、限定だしね、注文も取れないんですよ。で、買う時もちょっと制限されてたりするの。5個。でもよかった。もう容器からちょっと特別感あるよね。お値段は今まで通りの155円、税込みで167円です。さっき測ったら 98g くらいありました。ハピロー、いただきます。うわ、深っ。ボトト、だいぶ深いよ。通常のやつもそうなんですけど、これね、こうなっちょるんよね。だからスポンジの部分はこの周りだけなの。あと全部クリームなんです。通常の美味しいクリームがそのまんまもりもり入っとく感じです。めちゃくちゃ美味しい。めちゃくちゃお得ですよね。うわね、うわ、潜りたい。これ出せんかな。あ、いけるかな。いけるかも。ほら、出た。この方が見やすいね。ほぼクリームじゃない？うわ。どね食べてもうまい。このクリーム大好き。こうなんかフレッシュなミルク感が強くて、優しい卵の味わいも感じられる。後味はすっきりのクリームです。
ちょっとアレンジしてみます。いちごもでかっ、埋まった。でかいいちごも埋まります。このままでも美味しそう。開けてみよう。そのままでもめちゃくちゃ美味しいのですが、これでいきます。これスポンジもめちゃめちゃ美味しいんだよね。うん、泣けるほどうまい。最高ですね。いちごの果肉がクリームと混ざり合って優しい甘さが口いっぱい広がります。コク深い味わいのチョコレートが全体の味を占めて、トッピングのナッツがいいアクセントになってます。最強のスイーツです。でもやっぱりね、このクリームがめちゃくちゃ多いっていうのがポイントですね。だってね、いちごがねめちゃめちゃでかかったよね。これぐらい深みがないと収まらなかったから、めちゃくちゃ贅沢。あと1個。あ、これ生えてきた。
これついちょんじゃなくてつけちょるの。ごちそうさまでした。ローソンさんの森杉プレミアムロールケーキ、大変美味しくいただきました。皆さんもぜひ食べてみてはいかがでしょうか。今回もご視聴ありがとうございます。それでは次の動画でお会いしましょう。庄司ゆう子でした。森杉、まあ、過ぎれば過ぎるほど嬉しいですけど、私はちょっとアレンジしましたけど、そのままでも十分美味しいし大満足できるので、ぜひ買って食べてみてください。ただね、競争率がプチ激しい。皆さんが食べれますように、ちょっとローソンっぽいローソンっぽい、あ、違うか